今回はですね、今撮影してるのが10月10日なんですけどね、ついに10月も中旬に入ってきましたけど、昨日ぐらいからですね、静岡県では急にね、寒くなりました。一気にね、寒さが来ましたね。昨日が、天気悪くて、最近ちょっとね、天気ずっと悪くてですね、どんぐらい2、3、もっとか、3日、4日ぐらい天気悪くて、昨日が特に、気温がね、めちゃくちゃ下がりました。皆さんとこもね、多分そうだと思うんですけど、ちょっと前の動画ではまだ暑いよみたいなのがアップしてたんですけど、めっちゃね、昨日から寒くなりました。昨日は特に雨で、日中も多分最高が24度ぐらいで、最低がもう18とか17ぐらいみたいなね、結構寒い日で、でその翌日ですね、今日もね、朝結構寒かったんですよ。で朝、ちょっとね、7時ぐらいかな、見た時がだいたい水温がね、18度ぐらいでした。で温度計見ると18度後半かで、温度計見ると最低が 18.2 度がね、記録しましたね。今年一番の寒さですね。で今撮影してるのが10時半過ぎ、10時40分ぐらいなんですけど、このぐらいになってくると日が出てきて 24.5 度も水温があるので、本当に寒暖差がね、めちゃくちゃすごいです。で、この寒暖差が出てくるとですね、特に朝がね、寒くなってくると、メダカ飼育でね、注意点、メダカが体調崩しちゃったり、メダカのお世話の様子もね、ちょっとね、変えていかなきゃいけないです。なので今回はこの時期ですね、特に気温がだいぶ下がってきた、下がってき始めですね。ただ日中はめちゃくちゃ暑くなる、この時期のメダカのね、飼育のポイントなんかをね、詳しく解説していきたいと思います。ちょっと前の動画でも似たような動画で、ね、アップしたんで、結構ね、被る部分が多いと思いますが、改めてですね、このいざね、気温が低くなってきた状態で、どんな感じでね、メダカの飼育ですね、気をつけていけばいいかをね、詳しく解説していきたいと思います。まずはですね、一番注意していただきたいのが、餌やりですね。先ほども言ったように、朝ですね、特に朝めっちゃ気温下がってたじゃないですか。18度とかになってて、多分ね、皆さんとこももっと18度とか17度とか、場所によってはね、かなり下がることもあると思います。当園だとこの120リットルで育ててるので、水温のね、下がりもそこまでひどくないかもしれないです。下がるとかね、もっとね、下がるかもしれないですね。なので餌やりがこんな感じで、あげるときにですね、18度とかになってると、全くやらないってわけではないですけど、与える量をね、かなりね、少なめにしてもらいたいですね。今までのようにがっつりの朝もやってるとですね、かなりね、食べ残しとか、消化不良まではね、まだ18度だったらね、大丈夫だと思うんですけど、食べ残しがね、結構、同じように与えると出ちゃいます。そうするとですね、やっぱり水質の悪化とかにつながりますので、餌の量をですね、調節して、ちょっとね、少なめにね、朝与えてください。特にサラリーマンの方とかだとね、朝あげるとかね、夕方あげるっていう方がね、多いと思います。そうするとですね、やっぱりその今の時期、朝晩がね、冷え込みますので、ちょうどね、メダカの活性が落ちてくるときに餌をあげる、パターンになることが多いと思います。なのでそういう場合は朝はね、ほんのちょっと、にしておいてあげる方がいいと思います。こんな感じで、ちょっとあげて、食べるか様子を見て、食べるようだったら追加でやるとかね、朝ね、忙しくてね、そんな余裕ない方はほんのちょっとでいいと思います。餌少なすぎてね、メダカが餓死しちゃうってことはね、まず、ないので、ほんのちょびっとあげて様子を見て、餌の量をね、調整してあげてください。これがね、めちゃくちゃ重要です。今の時期ほんとね、餌の量、気をつけてください。あとは今の時期ね、やっぱりその日によって、今日はめっちゃ寒い日とかね、今日は結構暑い日とかもね、あると思いますので、やっぱね、温度計を見て温度を確認しつつ、あとはメダカの様子ですね、メダカの様子を見つつね、餌を与えるのがいいと思います。なんでさっき紹介したあのテトラさんのね、温度計とか、こちらですね、ちょうどあるから見せますか。この温度計とかね、最低がどんぐらいあったかとかもね、すぐでパッと見で分かりますし、今の気温もこれでっかい画面でね、分かりますので、この温度計でめちゃくちゃおすすめです。概要欄にね、リンク貼っときますので、気になる方はね、ぜひね、そちらからご確認ください。なのでね、日々の温度とこのメダカの様子ですね、しっかりね、活動してるかどうかをね、確認して餌与えてください。で日中とかね、この気温が今も見たんですけど、24度とか25度ぐらいになってる時だったら、日中に餌与えられる人はね、日中そのぐらいの温度だったらね、がっつり与えちゃっても、大丈夫です。朝晩とか水温が低くなる時だけね、気をつけていただければと思います。なので土日とかね、休みの日でがっつり、昼間ね、お世話できるよっていう方は、その土日とかはね、こんな感じでがっつりね、餌やってあげて、メダカ
かね冬に向かってですね、太らせてあげたり体格良くしたり、張り子だったらね大きくした方がいいので、日中はねがっつりねこんな感じで与えて大丈夫です。24度5度いくだったらね全然多分まだね上がりますね。今撮影してるのが10時40分とかだったんで、まだ12時ぐらいになると多分27度とかそんぐらいまではねいくと思いますので、まあ、お昼ぐらいにですねがっつりね餌やりしてあげるといいと思います。あとね気をつける点としてはですね、やっぱ水温差が出てくるとですね、日中が27度とかで朝晩が17度とか18度になってくると、まあ、10度近くですよね、水温差、寒暖差がありますよね。そうするとねやっぱねメダカもね体調崩しやすかったり、まあ、病気になっちゃったりねすることが多いと思います。まあ、対策するためにはやっぱりねこの水質が重要になってきます。なのでですね今の時期、その先ほども言ったように日中はね結構暖かいので、日中とかね暖かい時間にもう暖かい時間帯にフルリセットしてあげて、まあ、水をね、きれいにしてあげてください。もうフルリセットで大丈夫です。まだね水温結構あったかいので、もう全特化ですね、もう容器も全部だ、容器っていうか、まあ植え付けてる水草とかポットとかも全部出して、メダカも全部出して、新しい水を、あ、古い水をもう全部捨てちゃって、新しい水を全部入れる、全特化フルリセットして、かなりね綺麗な状態にして、メダカを育ててあげると、まあ綺麗な水なので病気になるリスクも少ないですし、メダカの活性も上がりますし、まあ、病気のね、予防になります。なので今の時期、スレの植え替えにもねちょうどいい時期ですので、スレの植え替えついで水草の植え替えついでにもうフルリセット、がっつりリセットしてあげて、この状態でメダカをね飼ってあげるのがねいいと思います。秋のですね汚れとかね結構ね溜まってると思いますので、綺麗にしてあげて、餌の量をね気をつけて今の時期ね、育ててあげると、まあ、メダカの病気になりにくかったり、まあそうですね、元気にねメダカ育てられます。でこれからね冬に向けてですね、まあがっつりね体格よくしてかないといけないので、水替えすることによってねメダカの活性も上がって餌もねより食べてくれて、まあ立派なねメダカにして冬をね迎えられるとちょうどベストですので、ぜひね皆さんもフルリセットやってみてください。まあ、そうすればねあとはね特にやらなくても大丈夫かな。まあ、重要なのはね餌やりとフルリセットですね、水をきれいにしとくってことはね大事だと思います。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。また皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。今もですねヤフオクでスレン水生植物絶賛販売中です。ぜひねヤフオクカズのメダカ専用ビオトープ検索してみてください。今ですねこのちょうどスレンの植え替え時期ということで、ヤフオクでね結構いろいろな品種のスレン出してます。どんどんね植え替えて出してますので、ぜひねヤフオクカズのメダカ専用ビオトープ検索してみてください。でそうですね、秋ということでですね、春とかに比べて皆さんの、ね、ビオトープ熱が少ないので、ヤフオクでもねスイレン結構ね買いやすいです。春とかだと結構ね値段上がったりするんですけど、今の時期だったらね皆さんそこまで熱がないので、それなりのねお値段っていうか、まあそのまんまのねお値段で買えたりすることがね結構ありますので、今ねスイレン植え替えるのにもちょうどいいですし、お値段もお手頃です。ぜひね今の時期スイレン購入して、こんな感じでね植え付けてあげてください。まあ、ついでにねメダカビオトープリセットするのもねいいと思いますので、ぜひぜひね購入してみてください。でヤフオクねやってないよっていう方でも、Twitter インスタの DM もしくは、概要欄に貼ってありますねスレン農園のメールアドレスからね直接スレン農園の、ね、スレも購入できますので、ぜひねそちらからも購入してみてください。詳しくは概要欄に貼ってありますスレン農園の、ね、スレの購入方法のね動画からご確認ください。ヤフオクの後始めたばかりの方とかだと、まとめて取引の申請が、ね、できないので、まあ、まとめていっぱい買う方は送料が、ね、余分にかかっちゃったりします。なので、ヤフオクで始めたばかりの方も、まあ、複数購入する方だったら、Twitter とかのインスタの DM もしくは、スレノエのメールアドレスから買った方が、ね、送料は抑えられると思いますので、ぜひねヤフオク始めたばっかで評価数が、ね、少ないよっていう方はね、スレンノエのメールアドレスからね直接、購入していただいた方が、送料ね抑えれるのでいいかもしれないので、まあ、その辺はねお気軽に、メールでねお問い合わせください。店舗販売ではね大阪にあります箱庭物語さんや、静岡県にありますね赤玉ちゃんのお店で、自分のところね初スイレン水生植物、絶賛販売中です。ぜひねお近くの方は足を運んでみてください。概要欄にそちらもね住所とリンク貼ってますので、そちらからご確認ください。
サブチャンネルの方ではね、観葉植物チャンネルもやってます。観葉植物好きな方はね、ぜひね、そちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。観葉植物動画以外でもですね、最近ですね、自分の趣味チャンネルとして、ガサガサ動画や、カブクワのね、昆虫採集動画なんかのね、生き物系の動画もアップしてますので、ぜひね、生き物好きな方はね、そちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ガサガサも言ってますし、斑入りのモンステラのね、成長記録なんかもね、アップしてますので、ぜひね、サブチャンネルの方のチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、今日のキーワードは、こちら、レーヌ・デューバルですね。ぜひね、最後まで見てくれた方、こちらのね、レーヌ・デューバルでコメントしてください。最後まで見てよっていう方ですね。めっちゃ綺麗じゃないですか、これ。これもう開花3日目ぐらいなんですけど、この時期ね、気温が低いので、結構ね、花持ちがいいですね。3日目か4日目ぐらいなんですけど、まだまだ美しいです。この花形と濃い赤ですね。いや、美しいな。これ、エメキンとコラボ撮りたいんですけど、全然こっち来ない。あ、来た来た来た。いや、どうですか、このエメキンとレーヌ・デューバル。美しいですね。綺麗だ。ということで、ぜひね、皆さんもね、この時期のメダカ飼育、気をつけて育ててあげてください。ではまた。